どうも、千田です。はい、ということで今日はですね、ちょっとね、タイトルさんねっていうところがびっくりされた方、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、今日はですね、BTS の新曲のバターを見ていきたいなっていうふうに思います。はい、僕はね、こう日頃、ジャニーズが好きで、ジャニオタとして、このチャンネルでジャニーズのことをたくさん発信してるわけなんですけれども、今日はですね、初めてのこう K-POP っていうところを見てのリアクション動画を皆さんにお届けしたいなと思います。で、このバターっていう曲は、こう BTS 的にも、そのダイナマイトからバターみたいな感じで、かなりね、ここのつながりっていうのを意識して、作ったそうで、BTS はね、もう一度バターっていう曲でビルボードを取りに行くんだみたいなさ、かなりこう間違いない新曲になっているんですよ。だからね、僕はそのジャニオタではあるんですけど、今回ね、こう BTS が新曲出すってことに対してはすごくワクワクしたし、今世界中がすごく大変な状況で、暗いニュースがたくさん流れていることが多いんだけど、今回さ、BTS がバターっていうめちゃめちゃハッピーな新曲をこう発表しますっていうさ、これはすごくいいニュースだなっていうふうに思ったから、皆さんにもぜひね、そういうところをシェアできればなっていうふうに思って、今回の動画、やっていこうかなっていうふうに思っております。はい、ということで、そんな感じで今日ですね、皆さんと少しでもこう、ハッピーな時間っていうところを、過ごせたらなと思っております。それでは本編、どうぞ。さあ、ということで BTS のバター見ていきたいなと思うんですけど、まずですね、僕は日頃 K-POP を聴くのかっていうところね、ちょっと先に触れておきたいなと思うんだけど、僕はね、その正直なところ言うと、BTS しかり、あんまりこう K-POP っていうのは聴かないんですよ。食わず嫌いしてたみたいな部分も多少あったりはするんだけど、こうね、BTS とか、あとカラとか少女時代とか、あとビッグバンとか東方神起とか、このレベルまで行くと聞くけど、そのいわゆる K-POP オタの子が好きな K-POP アイドルみたいなのは全然触れてこなくて、今 BTS がこう世界中で活躍してるみたいなところを見ると、K-POP っていうのも侮れないというか、なんなら K-POP を聞いてなかったことが損だったんじゃないかなっていうふうに思うぐらい、このね、BTS の活躍っていうところで、僕のこう K-POP に対する見方だったりとか、感じ方っていうのがすごくこう変わったっていうところがあるんで、今回のね、バターっていう新曲もかなり鮮度高く、本当にこう発表されたらすぐ見るみたいなさ、そういうことをしている感じになります。本当今めちゃめちゃ BTS ってもう人気だし、ダンスボーカルグループでもう世界トップの存在なわけじゃないですか。だからさ、そういうところはちゃんとこうジャニオタとしてもこう勉強するっていう意味で見ておくべきかなっていうふうに思ったし、BTS のこのバターっていう曲はね、冒頭でも言ったけどめちゃめちゃハッピーな曲だから、世界中にこう BTS がハッピーを届けてこういいニュースをみたいなさ、そういうところはね、ちゃんとね、感じ取っておきたいなっていうふうに思うんで、そういうところ、皆さんもね、注目して、僕のリアクション動画っていうところを見ていただければなっていうふうに思います。はい、ということで、それではね、本題のリアクション動画やっていきたいと思うんだけど、幸せになることは確定してます。こんなハッピーなミュージックビデオを BTS が出してくれるっていうこと自体も僕は本当にもうすごく嬉しいと思うし、ジャニオタの皆さんもね、そういうこう、界隈とか関係なく、ぜひね、BTS のバター見ていただければなっていうふうに思います。それでは見ていきましょう。再生。いやー、すごいいいから。もう最初、ググから始まるんですね、これ。あ、来た。ザイ、まずここ。まずここ。もうね、皆さん気づきました？ただこうね、チュッてするのもさ、こういう風に行くとかじゃなくて、もう裏側にこう、でやるっていう、もうさすが世界の男、ググですよ。いや、すごいね、本当に。ここまでさ、もう開始まだもう数秒なのに、もうかっこいいっていう風に思うもん。ほんとこれはね、ジャニオタだけど、もうかっこいい。もうこれは間違いない。ほんと素晴らしいわ。はい、続き行きましょう。うわ、いいよね。リズムもさ、こう乗りたくなる感じがいいよね、もう。かっこいい。うわ、全員かっこいいな、本当に。うわ、サビ。うわ、あ、かっこいい。かっこいい、本当に。かっこいい。さっきのさ、チューみたいなところもね、サビでももちろん出てくるし、あとこれさ、サビでこう、ブワーって一気に広がっていくみたいなところもね、エンターテイメントだなっていうふうに思うからさ、BTS のメンバーそれぞれが、体格が良くてダンスが上手いっていうのもあってのこれだとは思うんだけど、もう BTS ぐらいのレベルまで行くと、技術的なところは一旦忘れて、こう、バターっていうところを楽しもうよみたいなさ、感覚でいいのかなっていうふうにね、ジャニオタのね、僕は思ってたりもします。はい、もう続き見ていきましょう。もう本当にめちゃめちゃ今ね、心がね、もう幸せ。もうこれが世界平和だっていう感じ。はい、続き見ていきましょう。うわー、いいね、
スーツをかっこよく着こなす男みたいなさ、いいよね。なんか僕もね、最近こう自分の体の薄さっていうところに絶望していて、なんかこう BTS みたいにさ、かっこよくスーツ着たいなっていうふうに思ってるから、実は最近筋トレしてるんですよね。いや、かっこいいわ。もう全員が何かしらのプロだからさ、すごくこうチームとしても BTS ってもう一流ですよね。うわー、いいね。サビも来るよ、来る来る。うわー、来たー。うわー、いいね、ダンスパート。うわー、すごいね。なんかいろんなあのダンスのそのジャンルっていうところ、全員がね、そのそれぞれのところで踊れるっていうのも、これも BTS の武器の一つですよ。すごい。うわー、来た。 K-POP にありがちなこのラップパート。いやー、 BTS はね、ラップもね、こう世界基準っていうところですごいですから、めちゃめちゃ強いから。この方がね、すごくラップうまいっていうのもね、僕は母がね、すごく BTS 好きなんでね、そういうところから聞いてるんですけど。うわー、いいね。くるくる、きたうわー、いいね。いいね。いや、今これさ、あのミュージックビデオの分数が全部でね、3分2秒ぐらい、まあ、ほんとちょっとのね時間なんだけど、なんかすごく濃密。このさ、たった3分っていうこの時間で、もう世界中の何億人っていう人を幸せにしてしまう BTS ってめちゃめちゃすごくない？まあ今回ね、この動画ではその僕がこうジャニオタとして、まあ一ジャニオタとして、まあ今回この BTS のバターを見てみたっていう動画ではあるんだけど、もう本当になんかジャニオタとかそういうところ関係なく、今回のこの BTS のバターはそのダイナマイト同様楽しめるミュージックビデオだから、本当にね、こうこの動画を見ているそのね、 K-POP とかあんまり聞いたことないよとかさ、 BTS のバターまだ見てないよっていう方はもう絶対見た方がいいと思う。まあ、なんかね、こう単押し命ですとかさ、もうジャニーズしか勝たんっていう風に思ってる人でも、絶対ね、この BTS バター見たらこうにやけてる自分いると思うから、もうぜひ見ていただきたいなと思います。ということで、今日ですね、 BTS のバターをジャニオタが見てみるっていうね動画をお届けしたんですけれども、いかがだったでしょうか。はい、まあ、本当にね、こうジャニオタの僕でもこんだけこうね、ハッピーな、めちゃめちゃ楽しい感じになってしまうぐらい、 BTS のバターすごくいい曲なんで、ぜひね、まだ聞いてない方もいないと思うけど、概要欄にねリンク貼ってあるんで、ぜひ、見ていただければなっていうふうに思います。はい、まあ、なんかね、今回のこの動画をやってさ、なんかこう世界のエンターテインメントって改めてすごいんだなっていうところを感じさせられたし、まあ、なんかこう日本のジャニーズっていう文化、エンターテインメントもよりたくさんの方、世界の人にもっと届くといいなっていうふうにね、こう改めて考えさせられるような部分もあったから、ぜひね、まあ、これからジャニーズっていうところがどれだけこう世界に羽ばたいていくのかっていうところだったりとか、こうね、世界の BTS とかそういう K-POP の文化とどうやってこう共存していくのかっていうところも、すごくね、こう一ジャニオタとしては興味のあるところだなっていうふうに思いました。はい、ということで、そんな感じで今日の動画を終わりたいなと思います。また次回の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。